どうも、アーサーです。今回はですね、ついにあのデモンズソウルリメイクの発売日が決まったということで、それについて触れていこうかなと思っております。で、まず発売日がなんとあの PS5 と同じ日に発売するらしいですね。だから11月12日発売、もうすぐだね。だって発売までもう2ヶ月切ってるわけだから、あと少しで遊べるね。いや、楽しみだね、本当に。で、それと同時に最新のプロモーションビデオも公開されましたが、皆さん見ましたでしょうか？見てたらぜひ感想をね、まあ、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。皆さんの意見が聞きたいからね。僕もね、見たんだけど、見た感想としてはね、まあ、グラフィックはもちろんすごい綺麗になっててよかったんだけど、あとさ、まあ、ボスのさ、動き変わってなかった？クモとかさ、あんな攻撃しなかったよね。あの地面に炎を撒き散らすような攻撃、まあ、新たな攻撃手段が増えてそうでね、期待してますわ。すでにプレイした方でも楽しめそうな要素がありそうでよかったね。期待してるんだけど、期待するのと同時にね、まあ、やはり不安要素もいくつかあったなって思ってる。まずね、やっぱりあの地名のモーションはどうしても気になっちゃうね。そう、めっちゃさ、トロトロ掘ってなかった？ケツとか。オリジナル版はさ、もうスラスラ掘ってたんだけどさ、リメイク版になって動きがもっさりになったなって思ったわ。もっさりっつうか何なんだろうね、あれは。もっさりじゃねえな、なんかね、動きがリアルになってた。そう、リアルが正しいね。リアル追求してるモーションになってたね。ケツ掘りもパリーも、リアル追求した結果なんかとろくなっちゃったのかなっていう感じがする。ほら、俺さ、やっぱ戦闘民族だからさ、デモンズリメイク発売されたら間違いなくね、侵入すると思うんですよ。私やっぱ侵入とか対人をする上でね、あのモーションはね、ちょっとどうしても気になってしまうんですわな。なんか相手が複数戦だとさ、なんかケツ掘ってる間に敵に囲まれそうでさ、怖えじゃん。そう、でちょっと不安になってるんだろうね。まあそれと、あと、これはぶっちゃけね、どうでもいい問題ではあるんだけど、あの最後にさ、主人公死んだじゃん。さ、主人公が死んだ後に現れたさ、 You Dead の文字あんじゃん。あのフォントがね、ちょっと気になる。ほんとどうでもいい問題ではあるんだけど、なんかね、すごい綺麗なフォント使ってたでしょ、 You Dead。 あんま世界観に合ってねえなってちょっと思っちゃったね。あの You Dead はめっちゃ綺麗な文字使ってたもんね。まあそこくらいですかね。あとなんか PV では敵みんな一撃で死んでたけど、あれは PV だからそうしたのかな。多分そうだよね。青目も一撃で死んでたからな、まあ、多分 PV ならではの調整なんだろうけど、まあそれはいいっすね。で、 PS5 の価格はね、ディスクなし版が399ドルだっけ。で、ディスクあり版が499ドルでしたね。結構安いっすね。ダウンロード版買う方はだって399ドル39,980 円で済むわけでしょ。いい値段っすね。どっち買おうかな俺。いや、俺本当はね、 PS5 発売日に買うつもりなかったんですけど、デモンズソウルリメイクがね、同時に発売されるんじゃそうも言ってられないよな。買わないとね、買えるかどうかちょっと心配だよな。今なんか転売ヤーがさ、買い占める事件がよく起きてんじゃん。生き残れるかな俺。できる限りのことはしよう。間違っても転売ヤーから買いたくねえからな、高い金払ってな。定価で買いてえじゃん。
でしかも PS5、PS4 のゲームは 99% 動くらしいですね。だから間違いなくこのダクト3も PS5 で動くわけでしょ。そしたらさ、今俺 PS4 Pro でこのダクト3動かしてるんだけど、 PS4 Pro も必要なくなるのか。 PS5 で動かせばいいだけだからな。今から PS4 買う検討してる方は PS5 まで待った方がいいわけか。うん、あ、てか俺も PS4 Pro 売っといた方がいいのか。そうだよね、だって PS5 発売したら必要なくなるわけだからな。売っちまうか。今なんか PS4 在庫がなくてさ、中古の値段がめっちゃ跳ね上がってるらしいから、値段が上がってる今のうちに売っといた方が得だよな。PS5 ね、なんかかなりでかいらしいんですよね。だから余計なもんはもうとっとと手放していた方がいいのかもしれないな。置くスペースがなくなっちゃうからな。でも PS4 Pro 手放したら PS5 の日までダクト3で侵入ができなくなるのか。寂しくなるな。まあ言うて最近全く侵入してなかったんだけど。まあでも PC もあるからな。 PC 版のダクト3持ってるんでね、自分そんなに悲しむことはないか。このダクト3も未だにマッチングするからすごいよな。無印リマスターとかはさ、速攻でかそったじゃん。だデモンズリメイクもね、ダクト3みたいに長生きしてくれると嬉しいですね、オンラインで。だからね、デモンズ本当武器のバランス調整とかね難しいと思うから、そこら辺心配ですね。まあ、うまくやってくれることを祈りましょう。多分これが俺の PS4 Pro での最後の侵入になるな。よく頑張ってくれたよ、俺の PS4 Pro は。最近は騒音がすごいからね、めっちゃブオーンってなるからね、モンハンとかやるとき。よし、あいつ生きてるか。お、死んでんね。やっぱフォースで倒すと気持ちいいわ。この PS4 Pro には本当お世話になったな、今まで。ありがとう。PS5 は騒音対策もしっかりしてるらしいですね。そこは良かったね。だからまあ次クソ3で侵入するときは PS5 での侵入になるのかな。うん、逃がさん。はい、対戦ありがとうございます。ということでご視聴ありがとうございました。